お疲れ様です。名言セラピーの翡翠小太郎です。今日は僕のデビュー作、3秒でハッピーになる名言セラピーの前書きに書いたリンゴの話をお伝えさせていただきます。1991年の秋に起きた実話です。台風が次々に上陸して青森県のリンゴが9割も落ちてしまったことがありました。作ったリンゴの9割が売れなくなりましたから、リンゴ農家の人は肩を落として嘆き悲しみました。当時テレビでも連日やっていました。特に青森はリンゴ農家の方たちはとても多いのでね、当時は嘆き悲しまれていました。しかしこの時嘆き悲しまなかった人がいるんです。大丈夫大丈夫と。なぜリンゴが落ちて売れないのに大丈夫なんでしょうか。こういうことでした。あの巨大台風でも落ちなかったリンゴ、落ちないリンゴの名前で受験生に縁起物として売りましょう。1個1000円で。すると普段は1個100円だったリンゴが高いのに飛ぶように売れ始めたんです。落ちないリンゴは結果6万個も売れて、受験生もとても喜んで食べて、全国から感謝状まで届くようになったのです。その方は下に落ちた9割のリンゴに意識を向けず、上に残っていた落ちなかった1割のリンゴを見ていたんです。違いは上を見たか下を見たかだけ。というわけで3秒セラピー、視点が変われば人生は変わる。上を向いて歩こう。同じ状況にもかかわらず嘆き悲しむ人がいます。同じ状況にもかかわらずみんなの喜びを生み出せる人がいます。視点が変わると人生が一瞬で変わるのです。台風で落ちたり、これは動かすことのできない一つの事実。しかしその事実をどう見るか、どう受け止めるかはあなたの自由なんです。だとしたら人生が楽しくなる見方をしたいと思いませんか。前書きは以上なんですが、実はこのリンゴの話の中に僕の伝え方のエッセンスが入ってるんです。作家でありコピーライターである翡翠小太郎の伝え方の本が発売になります。タイトルは翡翠先輩幸せになる伝え方教えてというね、ちょっと変わったタイトルなんですが、伝え方のバイブルのような一冊を目指して作りました。もうね、最高傑作、自信作です。もうね、自信作しか作れない自分の才能が怖い、自分のサインが欲しくなっちゃいました。で、僕の本は読者さんに押し付けがましくなくすっと心に入るとお褒めいただくことが多いんですが、それはメッセージだけで伝えてないからなんですね。そのメッセージがストンと腑に落ちるエピソードと合わせて伝えているからなんです。エピソード×メッセージ、そのセットで伝えてるんです。で、メッセージとは何かというと、メッセージとは要はどういうこと？と問うた答えです。リンゴの話であればメッセージね、一言で要約すると、視点が変われば人生は変わる、上を向いて歩こう。そしてそのメッセージを腑に落としてあげるエピソードが台風で落ちたリンゴの話になります。メッセージだけで伝えようとしてエピソードがないと、視点を変えろとか前向きに考えろとか、どうしても何々せよと上から目線になってしまいがちで、説教や演説になっちゃうんです。でも実はそういう伝え方をしちゃう人が結構多いんです。もっと明るく考えた方がいいよ、視点変えなよ、そんなに暗く考えても何にも変わらないよなどと言われても、あんまり心に響かないのはエピソードがないからなんです。メッセージと
そのメッセージを腑に落としてあげるエピソードと合わせてセットで伝える。これが僕の著作すべてにわたって共通する伝え方のね、基本の型になります。伝えるとは相手の頭の中に言葉で絵を描くことなんです。3秒でハッピーになる名言セラピーシリーズは累計60万部ベストセラーになったんですが、誰かに話したくなる意外性のある面白いエピソード×名言という作りで全話構成しています。このゴールデンパターンに沿って伝えていた伝え方の天才が実はお釈迦様です。お釈迦様はいつも真理のメッセージを例え話というエピソードで伝えていました。だから時代を超えて伝わり、2500年以上も教えが残っているんです。そんな感じで伝え方の、僕のね、伝え方のエッセンスをもうまとめた翡翠小太郎渾身の伝え方のバイブルが出ます。翡翠先輩、幸せになる伝え方を教えて、正殿社さんより全国書店で発売になります。ぜひね、読んでいただけるともうめちゃめちゃ嬉しいです。というわけで今日も頑張ったね。お疲れ様でした。翡翠小太郎でした。また明日お会いしましょう。バイバイ。こんな素敵な夜なのに、君はどこかで泣いているの。ほんの少しでもいい、この思いが君に届くよ。ここで歌ってる、この世界は素晴らしいと。